はい、本日ですね、こちらモンベルの驚異のコスパのダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。僕以前ですね、コスパのいいダウンジャケットなんですかって皆さんに聞いたところ、このダウンジャケットコスパいいでって結構多かったんですよ。でね、購入しようと思ったら残念ながら売り切れてたんですよね。じゃあどうやってこれ手にあんのというと、視聴者さんがね、貸してくれたということで本当ありがとうございます。でこれ僕もね、手に持ってみたんですけども、よくモンベルってコスパいいコスパいいって言うけど、なんでコスパいいかがちょっとよくわからへんとかね、まあみんなが言ってるからとりあえずあコスパいいって言ってるんですけどね、なんでかなっていうのってあるじゃないですか。でもね、今日はねこれ見ていただいたらね、だこういうところがコスパいいんか、こういうところがすごいんかっていうのはね、まあバルトロとかの上のところもあるんですよ。というかはっきり言って性能とかってバルトロより上かなみたいな感じやねんけども、保温力は多分下やなとかっていうところもね、詳しくお話していこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずはこちらの、モンベルのパーマロストフロストパーカーみたいな名前のやつを外観をねパーッと見ていってもらって、その次には僕が着用します。僕178センチの何キロか忘れて、まあ後で言いますわ。それで着用してて、本日その後、どこがコスパがいいかっていうところね、お話を特徴していきます。こういうところがねいいからコスパいいんですよみたいな話して、でも次にデメリットというかね、まあ特にデメリットではないんですけども、まあバルトロと比較したら本力がやっぱり下がるよねっていう、そういった理由とかもねお話ししていこうと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで見ていただければなと思います。まずじゃあ外観からいきましょう。ズドン。こちらのダウンジャケットね、フードはついてるんですけど、実はこれ取り外しできるんですよ。だからスナップボタンでポチンとこれついてるだけなんで、まあ後で外したところ見てもらうんですけども、フードはね取り外しができますと。でこの胸のところに、ね、モンベルって書いてて、この横にジップがねオレンジなんですけど、このブラックもなんか色が赤なんですよね。だから単色ってやつないんですよ。こう大体2色パターンになってるんですけどね、そんな感じになってて、ポケットがね両サイドあります。でちなみに裏側はねちゃんとこういったフリース素材といいますか、まあ、手が当たってもね優しい触り心地になってるので、まあ、この辺はアウトドアブランドらしいですよね。そしてポケットの中に、これ収納袋も入れてくれてね、ありがとうございます。そしてゴアテックスの白の方も入れてくれてありがとうございます。そして袖口にはですね、ゴアテックスインフィニウムと書いてますね。まあ、これ白のゴアテックスの名前なんですけどね、これが入ってて、ベルクロで調節して、さらに、ここにゴムが入ってるのでね、より自由度の高い袖口ですよなんていう話して、まあ、裏側も結構シンプルな感じですね。ではね着用していきましょう。はい、それではね着用してみました。これがですね、僕178センチ、70キロで L サイズを着用します。サイズもジャストですね、ぴったりっていう感じになってるんですけど、はい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 、なるほど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 、はい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 、なるほどなるほど。これがねコスパいいって言われてるゆえんがね、なんとなくわかりますわ。こうやって着てみたら、そらこれで3万ちょっとやったら売り切れますよね。でもね、見ていただいてる方にはねよくわからへんかなと思いますので、今からねいろいろ特徴とかお話していこうと思いますが、まず一つ目の特徴としてはですね、そのバルトロより性能が上なんですよね。はバルトロより性能上、ちょっと待ってくださいね、バルトロって何なんですかっていう方もいらっしゃると思いますので、こちらねノースペースのバルトロってこれは6万円するんですよ。6万円ってこれより上っていうことで、まあ、はっきり言うとこれ比較するようなダウンジャケットじゃないんで、別にそんなに似てるわけでも何でもないんですけど、やっぱこれ分かりやすいじゃないですか。バルトロって言われたら6万円して、有名なやつやねと、雪だるまなやつやねっていうイメージだと思うんですけど、これとね全く同じ外の生地を使われてるんですよ。なのでバルトロライトジャケットにもねこのタグってついてると思います。で、見たことある見たことあると、確かにこうやってバルトロの方にもこうやってビローンってぶら下がってるわと、じゃあ同じなんだねっていうことが分かるじゃないですか。でこれはね、風からよく守ってくれるっていうところで、まあ、ゴア社っていうね、このゴアテックスのゴア社っていう会社が作ってるテックスって、まあ生地なんですけどね、まあ、ゴアテックスを使って、まあ、そういう生地を使ってますと。だから風が吹いたりとかしてもしっかり体を守ってくれると。でも他のダウンジャケットとかってそういう機能まではついてないから、あったかいねんけども結構強風とか吹いてくるとね、中の温度ピューって逃げちゃう時あるんですよ。だからそこまでちゃんとアウトドアから考えてますよということで、まずこれが使われてるから、ここでの時点ではバルトロは一緒ですよね。でもバルトロと生地一緒なのに値段こっちが安い、半分ぐらい安いやんって、おおちゃうやないかいと。で次はですね、なんでバルトロよりも性能がいいかっていうとですね、次中綿なんですよ。この中の綿っていうのがね、まあ、同じように両方とも中入ってるじゃないですか。このモンベルの方も入ってるし、バルトロの方もとかも入ってるし、まあ、いろんなダウンジャケット入ってるんやけども、その中でもね比較的品質のいい綿を使ってるんですよね。で品質のいい綿って何っていうと、ダウンジャケットではそれをフィルパワーと呼ぶんですよ。だからまあそれはレベルと思ってください。それはねレベルが1よりも10の方がいいし、10よりも50の方がいいし、50よりも100の方がいいっていうのと全く同じような感じ。ダウンもね数値が高くなればなるほどいいって感じなんですけども、ダウンジャケットで結構勘違いされてる方いらっしゃるのが、ダウンってね中からこう出てくる綿って、まあ、こんな感じで綿あるじゃないですか。これがね白とね、たまにグレーとか、まあ、黒っぽいやつもあったりするんですよ。で黒っぽいやつってね悪いと思ってはる方も中にいらっしゃるみたいなんですけど、これ全く関係ありません。人間の髪の毛と一緒、日本人って髪の毛黒色やけど、まあ僕ちょっと金髪になっちゃってるけどね、日本人って髪の毛黒じゃないですか。アメリカ人とか海外の人って金髪の人とかも中にもいてはったり、あと赤っぽい色の人もいてはったりするけど、別に髪の毛の質としてはそんな変わらへんじゃないですか。それと全く一緒で、綿の色がね黒であろうが灰色であろうが白であろうが、そこはまあ
関係ないんでね、まあ、やっぱ見た目的にはやっぱ白の方がね、それはあの品質よく見えちゃうんやけども、そこは全然全く関係ないので、だからね見た目で判断しちゃいけません。人間と一緒、人間もね、なんかあいつちょっと金髪うさんくさくない、いや黒髪でオールバックやからきっちりしてはるわ、そんなことないということでね、いくら金髪でもこうやって真面目に毎日して動画撮り続けてる人もいてればオールバックやねんけども、もしかしたら信用できんかもしれんしね、そこはちょっと分かりません。というのと全く同じように、白やからいい黒やからいい、そういうことではございませんのでね、ご安心くださいということなんですけど、何の話したかというとレベルの話ですね。このレベルがね数値が結構高いんですよ。でまあここにも書いてくれてあるんやけども、こうやってねフィルパワーってやつがあるんですよ。でそれがまあレベルと思ってください。そのフィルパワーが550があったりね、800があったり、900があったり、1000があったりとかっていうことで、数値がね上がれば上がるほどいいバタが使われていて、それによってね軽くできますよということがまあ一番の特徴になってるんですけど、まあそういうところで見たらね、バタの質とかはねやっぱこっちの方がいいんで、説明がねそうやってあればね、あなるほどなと、そう聞くとコスパいいやんけって分かっていただけると思うんですけど、パッと見ただけじゃよく分からんとは思うんでね、なんかスタイリッシュなんてこっちの方じゃないって言って買っちゃったりするんやけども、まあ自分にね合うか合わへんかっていうところでね買ってもらうのが一番いいかなと思いますが、そういうところが僕個人的には結構まあ性能が高くて値段が安いところがねコスパいいんかなとかって思って、僕の視聴者さんも多分そうは思ってはると思うんですけど、まあその辺です。じゃあ一回フード外してみましょうか。どんな感じかっていうと、まずここのボタンのとこをポチンと一回外してみて、で次ここのとこもボタンポチンと外してみるんやけども、後ろはジップかな、あ後ろジップになってますね。こんな感じで後ろはねジップになってるので、映ってるかな、映ってるでしょう、ジップになってるので、これをピューって開けてあげると外れるというような仕様になってるので、外してしまうとどんな感じなのか、一回ちょっと上まで締めてみますね。あれですね、意外と締めた方が結構使いやすいかもしれない。なんかフードある方がねちょっと邪魔くさい感じもせんでもないんやけども、まあまあこの辺は好みやと思いますけどね。僕個人的にはね、あのない方がね、あのヌプシみたいな感じで、ノーセースのヌプシみたいな感じで使えるんかなというところでね、いいかなと思っております。ということでね、コスパがいいのは分かったんですけども、でもあったかいかどうかっていうのも大事じゃないですか。てかそこが一番大事ですよ。コスパがいいとか悪いとかそのことはどうでもよくて、あったかいのどうなのっていうところになってくると思うんですけど、暖かさはね次はねその性能面とかあんま関係なくて、どっちかというと綿の量なんですよね。だからどんだけ綿が入ってるかっていうところの方が大事になってくるんで、これ触ってる感じでね、このダウンに関してはもうちょっと復元できそうなんでね、もうちょっと復元してもいいかもしれんなって感じなんですけども、基本的にはまあ一目瞭然ですよね。これぐらい綿が入ってるのとこれやったら、まあまあちょっとモンベルの方が綿少ないかなっていうような印象があったりすると思うんですけど、やっぱり綿がね多ければ多いほど暖かいのはこう事実なので、ちょっと綿の量はね普通なんですよ。普通やねんけども、バルトロとかに比べるとやっぱりちょっと量は少ないんかなとかって思っちゃったりするんで、まあ、極寒の地域の人はちょっと寒いんかな、まあ、ちょっとねその辺はどうなんかなと思ったりするんですけども、全く同じ価格帯とかで言ったらね、ちょっとまあヌプシの方がちょっと高いか、3万円ぐらいとかで買えるんですけど、まあ、形もね似たような感じなんですか、こういう首元になってて、でさらにね一番シンプルな感じのこう横にラインが入ったダウンジャケットっていうイメージなんですけどもね、まあやっぱ値段は一緒でもね、モンベルの方が圧倒的にコスパとしてはいいと思います。やっぱ生地の性能とかもね、やっぱヌプシとは比べ物にならないんで、全然こっちの方がね品質は高いんですけど、まあやっぱりこれ見てもらったら分かる通りね、まあ僕レベルやったらね着こなせないやっぱり。でね、たまにね視聴者さんからねコメントでね、モンベルってね機能性とかめちゃくちゃいいんやけども、ちょっとデザインがダサいねんなっていう方もいらっしゃるんですけどもね、やっぱそれも男前な人とかね、かっこいい人が来たらね別に何でも着こなせると思うんですけど、まあ、僕レベルやったらね、そこまでまあやっぱ着こなせてないなっていう印象は自分ではあるんですけどもね、まあちょっとその辺は気になりますよね。ただやっぱ襟元が高いのいいですよね。こう襟元がね結構高めに設定されてて、ヌプシとかよりもねちょっと高いんで、こう着てて首からね風が入ってこうへんやろなっていうような感じがしますんでね、この辺りはね人気のゆえんかなと思います。でちょうどねモンベルで、ね、同じような価格帯のやつあるんですよ。これがねイグニスダウンパーカーってやつがあって、これも3万円ぐらいする感じで、でこの僕今着てるやつもね3万円ぐらいするじゃないですか。やけど全然なんか違いません？僕今着てるやつは本格的なダウンジャケットって感じするけど、このイグニスダウンはねもうちょっと薄い感じするじゃないですか。これインナーダウンとかそっち系かなとかって思ったりするような見た目だと思うんですけど、同じブランドやのにこっちの方がちょっと割高感あるじゃないですか。でなんでなんやろなってなった時に、やっぱこういうの性能が大事なんですね。この腕のところにこう1000円って書いてあるんですよ。で1000、あほんまやな1000って書いてるじゃないですか。じゃあこっちなんて書いてんのっていうと、こっち800なんですね。これがさっき言ってたあのレベルのやつですね。ダウンの中の綿のレベルのこと、これここに書いてくれてるんですよ。これ800ってレベルですよと。でこっちの方はね1000って書いてあるから、こっちの方が A バター使ってるんですけど、その反面ね綿の量はちょっと少なくなってますんで、まあ着膨れ専用に着たいとかっていう方とか、あとインナーで着たいという方はねこっちになってくると思うんですけども、まあがっつりアウターで着たいよっていう方はね、こうフィルパワー落としてでもね、やっぱり綿の量をガッて入れた方がいいと思いますし、なんやったらねもっとあったかそうなバルトロに匹敵するぐらいのやつね、モンベルでもあったんですよ。でなんていう名前やったかな、そうそうポーラダウンっていうやつがあってね、ポーラダウンかなっていうやつがあったりするんで、まあちょっとその辺はね僕はっきりは見てないんですけど、そっちの方がね同じ800やねんけども、綿の量が多そうやなっていうのもあったりするんで、寒がりな人はねそっちの方が良かったりするんかなと思うんですけども、いやどうですこれ、人気のやつですからね、ほんまにもう来年まで買われへんみたいな感じでね、もう完売完売完売ってなってるんですけど、確かに3万ジャストでこれは用出せへんですよね。他のいろんなアウトドアメーカーって、アマムートとかね、マーモットとかね、そうナンガとか
いっぱいあるけども、ここまでは作られへんやろなと思うんで、コスパやったら確かに圧倒的にいいかもしれないですね。ちゃんと止水ジップも使ってますからね。ここも止水ジップ使ってるし、もちろんメインも止水ジップ使ってるから、多少の小雨とかやったらね全然濡れないんで、まあ、この辺がねモンベルのパーマフロストダウンパーカーということになっておりました。まあ、最後ちょっとイグニスもちょっと着ときましょうか。どんな感じなんかなっていう方もいらっしゃると思いますんで、やっぱりイグニスの方が若干細めな感じですね。綿の量もちょっと少ないし、はい、という感じになっておりました。今回ねこちらのダウンジャケット貸していただいた方本当ありがとうございました。この公共の場を使ってねお礼を言わせていただきたいなと思います。はい、ということで本日はですねモンベルのパーマフロストダウンパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。